いぶ無理の格好やな思うけどな。130万福岡の人みたいな、だいぶ無理の格好やな。買わへんねんな絶対。格好でも入って格好やな。ライムグリーンの、ライムグリーンのがあったんや。持ってんの知らんの、俺赤ブルーしか知らんの。俺も赤ブルーしか知らんの。ライムグリーンあるんだ。そりゃ1年あるというのは。で、これ130万絶対高ないで。なんで俺持ってた肩で大体200万ぐらい取ったって。フルノーマルこれやろ。もう200万いや、ちゃうな、俺持ってない。あ、そうやな、やっぱ200万近くするわ。せやあれ、ライブグリーンのやつめっちゃ安いんだけどな。120万。ライブグリーン。俺、グリーンは KR が初めてだな。おぉ、せやあれは。KR、うわ、緑のバイクか。あの、その前の Z400GP も緑のグリーン。なんなんあったん今。俺、緑のやつはあいつが乗っとって。中学の時は忘れた。俺と同じクラスのやつ乗ったわ。スイッチは知らんからな。こっちの時のやつだけど、こっちの時の同級生緑だった。あった、ライムグリーン、うん、あの NZ あるやん、うん、NZ FPG NZ ちゃうわ、あの FPG、うん、あれもエルフィギは赤とか、いや、無理、無理なんだ。そうなの、うん、見てた。俺の姫井進行見てんねん、ダメ。お前しゃが、俺持っとったんだな、思て。あんねん。この、あのライブグリーン120。ええー、な、思うけどな。欲しくなってもなくなったら。欲しくなってもいいけどな。まだ乗りたない。かっこいいでこれ。かっこいいな。かっこいいラブグリーン。GPZ。森脇ついたね。集合がつい森脇だ、ね。すぐパクられるやつな。団地乗ってたらすぐパクられるのこんな。フルノーマルじゃないんだけど。だいぶ改造したらこれ見るから。ええことそんな。だいぶ改造そうだって。マフラーと、あとステップと、でテールランプとウィンカーとシートもそうですね。あと何や、あのフロントフォークも何か書いてあるな。これ色が色だけかもしれんけど、あと何書いてあるやろ。マフラーもちろんホイールも書いてある。こんなホイールちゃうの。ほんで安いんやろ。フルノーマルちゃうもん。フルノーマルってやったら200万ぐらいするから。維持ったら安くなるんだよ。こんなもんな。これもカットリで、カットリって改造しとるけどな。GPZ。これで丸めにしたらカットリだよな。あ、もう。それは抜いた間なんだよな。これホイールはそのままやから。このホイールやから。このテールとかのモッサーよ。色もなあ、これちょっとな、俺はこれはええわ。これはちょっと安い、130万ぐらい。これはパグられへんかもしれない。これは絶対パグられるわ。このノーマル200万超えとる。これ絶対パグられるんだ。フルモーダーもやっぱ高い。これフルノーマル。高いんやったね。フルノーマルやっぱ高いんだよな。単車でも車でも。人気あるやつは。200万超えよ。かっこいいなぁ、やっぱり GPZ は。あのライムグリーンも結構かっこいいけどな。パクられるやろな、あの奥の上で。ジュースちゃんと。あんまり目覚ましになったんだよ。
100万超えたの。俺あの CD でも60万ぐらい、何回か40万ぐらいするから、あんまでもパクられたらもういるだってするわ。これ安いんだよな、こんだけ出入れてて、こんだけ出入れててあれ安いでしょ。170万円これ GPZ やん、カスタムしたら、まあ、これ Z2 ってしてれば Z2 風にしとんの、こんなにカスタムしたらめちゃくちゃ高いけどな。4本もあるんですよ、Z2 風に。けど俺それはいらんの、そういうのは嫌や。ああいうふうな、こう分からないようにカスタムしても嫌や。カスタムしてもGBZ 分かるようになる。あ、滋賀県にある GBZ 140万で、単車で整備で高いな、車車検込むか、これ整備そんな20万いいんだ、単車で。全体、え、インフレの人